軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方、この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。俺はなんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ。宋孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。そのこたる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宋家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。宋分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。うん、その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。曹丕殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に封じるとのことで。義王か。順当に宋孟徳を告げと言ってきたか。だが覇業を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上と言うべきか。殿の上？それは一体？つまり曹丕殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにはそれが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝には然るべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの宋士官による新たな世が始まるのだ。漢王朝の命運もここに尽きるか。し、迂闊なことを口にするな。宋家の人間が聞いておるぞ。聞いたか、今度宋妃様が帝になられるらしい。え、今の天使様はどうなるんだ？まさか。曹丕様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが。バカか、誰が好き転んで禅譲するんだよ。曹丕様が圧力かけてそう仕向けたに決まってるだろう。じゃあ禅譲を断っているのもご自分が疑われないため。はあ、曹丕様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。
総秘殿、受膳台の準備が整いました。受膳台か。そこで帝から私に帝位が禅譲されるのだ。天下に漢の終焉と義帝の誕生を知らしめるには有効な演出だろう。申し上げます。皇帝擁護派の動きが活発になってきたようです。どうやら彼らを煽る黒幕がいるようですね。このまま強引に禅譲を受けても乱を招くだけかと、早急に手を打たねばなりますまい。忠達の言う通りだ。葬儀ひいては新たな天下の安定のため、私の即位に反対する者は排除せねばならぬ。関羽が死に五色の関係が硬化している今こそ、義の内を改め体制を固める好機よ。万事速やかに進むよう手を尽くせ。帝位につく妨げとなるものを排除する。どんな些細なことも見逃すな。帝に近い者が総秘殿の屋敷を襲う、そんな不穏な噂を耳にしました。自分がいる限り襲撃など許さぬ。我が身を盾とし、この屋敷を守り抜かん。陛下をお守りするためには戦うしかない。我らは逆賊総飛を打ち果たす。ついに勘は終わるのか。
うまくいったようです。困難ではありませんわ。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。洛陽に流れる不穏な噂をご存知か。宗妃殿が帝の暗殺を企んでいると。ああ、蜀の患者が流したものだろうね。見過ごせないな。私たちで捕まえようか。なんだか怪しい人がいましたよ。周りを気にしつつその道の奥へ消えました。ああ、物騒な噂なら俺も聞いたよ。あっちにいる人がみんなに話してくれたんだ。今までの情報から考えると、蜀の患者はあの辺りにいるのでは。これまでに得た情報を分析すると、うん、患者の居場所はおそらくあそこだ。でも捕まるわけにはいかないよ。有言は失敗。戻って諸葛亮殿に謝らないとね。敵将、討ち取りましたわ。うまくいったようです。困難ではありませんわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。
光徳様は自分の棺を作って戦に臨んだそうだ。はい。総妃殿に帝となる資格はありますまい。我ら皇帝擁護派、かような横暴は認めぬぞ。帝とは誰よりも民を思う者、村を襲う賊を見逃す者にその資格など。なんだ、邪魔すんじゃねえ。上が揉めてる今が稼ぎ時なんだよ。はい、行きますよ。笑顔で参りましょう。容赦ねえな。これじゃ山賊稼業も上がったりだ。おお、山賊を退治されたと。しかしそれだけで帝の資格があるとは言えますまい。帝たる者、国の隅々まで目を配らねば。畑が獣に荒らされているのをご存知ですかな。たちの畑で獣が暴れてるだ。誰か何とかしてくんろ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。ご精松だ。おかげで助かりました。
うん。おお。宝徳様は。皆様の民を思う心、伝わりました。今までの非礼、どうかお許しくだされ。こうなっては認めざるを得ないでしょう。帝が禅譲なさるなら反対はいたしません。うまくいったようです。困難ではありませんわ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。ひんやりしてきたね。あんたも体を冷やしたりしないようにね。そうそう。即位の障害となるものは排除できたか。皇帝擁護派を懐柔できたか。これで内憂が一つ消えた。職の患者は撃退した。上々の成果よ。即位に反対する帝の配下は撃った。これで抵抗は無駄と思い知ったであろう。もはや私が帝位に上るのを阻むものはない。今こそ時代を切り開く時だ。劉備が蜀帝を名乗り、そのまま間を置かず呉へ攻め込んだそうですね。なんと不届きな。こちらには禅譲を受けた義弟がおわすというのに。しかも即位後すぐに戦をね。それも葬儀の禅譲に反旗を翻すでもなく、呉に向かって軍を起こしている。劉備は関羽を討たれ、支援に囚われてしまったの。冷静ではいられない。わかるの。士官殿。いや、陛下。士官でいい、分裂。蜀が呉に攻め込んだか。この戦、劉備は大敗を喫すことになろうな。え？それはなぜですか？蜀の陣容を調べさせたが、奴らは医療の地形に沿って陣を長く連ねている。分断せよ、奇襲せよと言っているようなものだ。諸葛亮なる男は戦に出ていないようだな。あるいは劉備が諸葛亮の言を聞いていないか。怒りに染まるあまり、仲間を危機にさらしていると気づかないのでしょう。とても痛ましいありさまですわ。うん、痛ましかろうが、我々にとっては好機。出陣の支度をせよ。この私自ら職を滅ぼしてくれよ。お待ちください。士官殿は今や帝、危険を冒してご神聖なさることはありません。うん、その帝に意見する。申し訳ありません。よく考えもせず差し出がましいことを。いや、お前は私の身を案じて意見した。それを責めはせん。だが座しているだけの帝では国を滅ぼす。私はそのような愚を犯しはしない。
魏の帝は漢の帝とは違うことをこの神聖で示すのだ。陛下、ご即位おめでとうございます。ふん、陛下などと改まる必要はない。は、中達よ、お前に問う。なぜ父は、宋孟徳は魏王であった。望めば禅譲などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は知性の回復にありました。そのためには官室の誤字と誤見こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。一度は腐りかけたものであってもか、未知の可能性より見知った安らぎを求め、人心とはそのようなものでありましょう。いい問答だった、中達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動はここから真に始まるのだ。諸軍は医療で大敗し、劉備は白帝城にて没したとのことです。今この機に乗じ、五方面から軍を動かし蜀を滅ぼすべきでしょう。五方面とは、なんと壮大な計画だ。また蜀との対決にあたり、洛陽への戦闘を進言いたします。連絡、兵站など軍政の上でも有効でありましょう。よかろう。蜀討伐の対抗も戦闘の剣も
中達に一任する。御意にございます。諸君らは外邸へと向かい、次の指示を待つのだ。直討伐もせんとも理にはかなっていよう。だがなぜ陛下は芝居殿の言ばかり。このままでは葬儀は芝居殿に牛耳られてしまうのではないか。これより職を討伐する。中達、状況と策を述べよ。は、劉備死後、職の国政は諸葛亮が担っております。その諸葛亮が病に伏しているとの情報が入りました。しかも劉備の後を継いだ劉禅には人望がなく、職の人心には不安が広がっているとのことです。つまりは職の内情は危機的状況にあります。この機に我らは呉方面より職に攻め入り、これを打ち滅ぼす。それがこの戦の対抗です。軍の第一は陛下率いる主軍、第二は南中の猛郭、第三は羌族、第四は上陽の猛達、そして第五に孫悟の軍。芝居殿、五の孫権は本当に動くのでしょうか。蜀が滅びれば次は自分たちと警戒するのでは。その通りだ各位。ゆえにこの蜀討伐は同時に孫悟の出方を図る好機でもあるのだ。我らの要請にどう応えるか、孫悟の真意をじっくり見定めるとしよう。おお、さすが芝居殿、そこまでお考えとは。では早速私は出陣準備を整えてまいります。これで職が滅べば芝居の権限はますます強くなるな。我らの立場もいよいよ危うくなろう。なんとかならんのか。何、簡単なこと。病などを理由に兵を出さねばよいのです。全てが思う通りにはならぬと奴に教えましょう。劉備なき今こそ蜀を滅ぼす好機。中達、お前の知略を示すがいい。はっ、目指すは生徒。ご方面から包囲し、一息に畳みかけます。なぜだ、外邸に赴任してからずっと胃が痛いんじゃ。いい加減医者に診てもらいなされ。残された生涯底辺な思いをするぞ。あんな奴に何ができる。失敗する様を高みから見物させてもらおう。宗妃様が義弟に即位された。その裏にはあなたの尽力があったとか。あなたなら義の天下を実現してくださる。私たちも全力でお支えします。新たなる帝のもと、義は安定しております。内憂を片付けた甲斐がありましたの。おかげで外にのみ目を向けられる。今はただ
職を滅することだけを考えよう。私が守る。それが父上より受け継いだ志だから。そう簡単には抜かせてもらえないか。けどこちらも引くわけにはいかないんだ。番長殿、ご無事か。ご女性つかまつる。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、戦線を押し上げてみよう。みな、私についてきてくれ。父上の志を果たせなかった。私が未熟なばかりに。敵将討ち取りましたわ。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。行きますよ。最新の絵にで終わらせましょう。なんてすまない。みんな今はこの喜びをかみしめましょう。
何ですか。ご覧の通り具合が悪くて、この体調では出陣などとても。申し訳ありませんが、お引き取りを。仮病などとんでもない。とにかく出陣など無理です。どうかお引き取りください。今はどうしても無理なのです。何ですか。ご覧の通り具合が悪くて、この薬ですか。それはありがたい。いただいて養生しますのでご心配なく。目の前で飲めとは、一体何のために。もしやこれは毒薬か。仮病を使うような不忠者はいらぬと。いや急に調子が良くなりました。もうこんな薬はいりませんな。この申し家、義軍のため出陣いたしましょう。うまくいったようです。困難ではありませんわ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。取るのだ。劉備殿の武蔵は劉絶様に疲れて陣の世のため。いざ俺とて殿、士官殿のために魂を捧げている。宗家千里の駒、宗分裂押し通る。守備を固めよう。
傭兵館を守りきれぬとは深く龍禅様申し訳ありません。今はこの喜びをかみしめましょう。すごいな、さすがだ。